今回は京都出身の私が帰省するたび何度もリピートする京都のお土産を5つご紹介します。今回購入したものはすべて新幹線の改札の中のお土産売り場で購入可能です。1つ目、まずはご飯部門から。しずやのカルネ。京都のパン屋さんといえばしずやというほど有名なパン屋さんですが、絶対に買うのがカルネです。京カルネとペッパーカルネの2種類。買って帰って翌日の朝食にするのが好きなのですが、トースターで焼くとパリッパリの食感に、ハムとマヨネーズのシンプルな味付けがめちゃくちゃ美味しいので、これは毎回絶対に買います。新幹線改札内のグランドキオスクにて購入できます。ご飯部門2つ目、ミシリのスグキの漬物。まず白身をご飯と先に混ぜて、周りにスグキを乗せて黄身を乗せます。その後に味の素、醤油をかけたら完成。スグキの絶妙な酸味と卵のまろやかさ、醤油と味の素の旨味全部が合わさって最高の卵かけご飯になるので、いつもやっちゃいます。これが美味しくて大好きです。3つ目はお菓子部門から。これは超超超ド定番なんですが、やっぱり買っちゃう京都北山マールブランシェのオノーチャラングドシェの茶の花です。今の季節は春仕様のパッケージになっていてめちゃくちゃ可愛いです。夏も夏仕様のものが販売されていたりします。パリッと薄生地の抹茶クッキーにホワイトチョコレートが挟まっていて、まさに大人のご褒美お菓子という感じです。お土産だけじゃなく、ご挨拶用のお菓子にもよくよく使われる定番のお菓子なんですが、小さいパッケージでも購入できてしまうので、いつも購入しています。めちゃくちゃ美味しいです。4つ目はホタベ。これは友達にあげたりするようにかなりリピートしています。かわいいちっちゃな箱にちっちゃなホタベが5つ入ってるかわいいお土産です。味は3月現在この4種類が販売されていましたが、季節によって限定の味が加わることがよくあります。本当にちっちゃくて一口サイズで可愛いし、箱も可愛いので絶対に喜んでもらえます。もちろん自分用にも嬉しいお土産です。5つ目は辻利の京茶ラスク。有名辻利さんのお菓子はもちろん外れませんが、これは抹茶とほうじ茶両方味が楽しめるラスクなので、会社とか家族に配る際に抹茶が苦手な人がいても大丈夫だし、味もチョココーティングなので絶対に喜ばれます。濃厚な抹茶チョコとサクサクのラスクはめちゃくちゃ美味しいし、ほうじ茶もチョコと合ってめっちゃ美味しいです。これもよくよく買うお気に入りのお土産です。以上5つが京都出身の私が今までリピートしまくっているお土産でした。京都のお土産といえばあじゃり餅と言われちゃいそうなんですが、あじゃり餅は日持ちがしないので、個人的にはあまりリピートはしないです。あと抹茶好きにすぐにでも買って食べたい人には中村富士吉さんの抹茶ゼリーもおすすめです。まだまだたくさん美味しいものありますが、また何かの機会にご紹介したいと思います。最後まで見てくださってありがとうございました。